では、赤ボールからいきましょう。よろしくお願いします。さあ、カメラも直っていきましょうか。赤チーム左サイド、さあ縦に速いボール、中央は取られないで、さあ左サイド赤チームの攻撃、中央から右サイド、ここは寄せていきたい。ビルマシング中央ドリブル、また抜きはキーパー正面、危ない危ない、そのプレッシャー取られて危ない、ヒールは敵、ここは繋がらず、さあビルマシング繋いでいきたい。右サイド縦に長いボール、ヘディングカット、そのままかわせられないし、さあ今度は中央からビルマシングの攻撃かわしてくるか。左サイド後ろに預けたボール、中央速いボール、うまい、そのままポーズ、うまい、かわして左サイドからゴール前、いやーナイスキーパー、ここは赤チーム行かせない。さあ左サイドから、ここはショートコーナー、プレッシャー赤チーム、ゴール前には誰もいないか、中央一旦後ろ、そのまま左足はミスキックホームラン。さあ赤ボール、キーパーから左サイドプレッシャー、うまい、かわしてくる、左うまい、2人目中央、さあここは行かせない、ここは行かせない、もう一度中央からパストプレーダイレクト、いやーこれはキーパーナイスキック、ここは落としたボール、ビブナシチームはカット、左サイドオーバーラップ、うまい、また抜きから右サイドダイレクト、中央ワンツー抜け出していく、逆サイドフリー、さあゴール前、うまい、いやー惜しい、ナイスクリア、ここは赤チーム必死のディフェンス、1対1、さあチャンス、右サイド速い上がり、そのまま2対2、中央はパスが合わない、そのままサイドラインビブナシボール。さあまずは立ち上がり0対0、両チーム中央から右サイド、そのまま縦に預けダイレクト、危ない危ない、ここはしっかりとキープ、さあ赤チームここで4枚戻ってディフェンス、後ろからプレッシャー、ナイス、うまい、1人かわして左サイド縦にかわせない、赤ボール、サイドライン右サイド、で先にキーパー交代しよう、両チームキーパー交代です、ありがとうございます。最後勝負、赤ボールから再開、立ち上がりを追って0対0の両チーム、中央ポストプレーから右サイドオーバーラップ、左サイドここはしっかりと縦は切ってくる、ビルマシウム中央に預けて右サイド、さあゴール前走り込んでくる、一人、さあここはそのままショートがナイディ、こぼれでも赤チーム、さあビルマシウムここは寄せてきたところ、ナイディナイスです、さあ右サイドキープは赤チーム、中央に預けて左サイドオーバーラップ、さあここは右に預けて、そのままうまい、いやーこれはいい攻撃、よく見てた、ナイスゴール、まずは先制赤チーム、さあ行きましょう、ビブナシチームまだ時間はたっぷり、さあ左サイドから右サイド赤チームがここも先制点、左サイド中央通らない、そのまま3対2、右サイドでかいシュートは、いやあっという間、ナイスゴール、赤チームが突き放す、ナイスゴール、さあこれで2対0、残り時間半分、さあビブナシチーム行きましょう、左サイドから中央、まずは1点取りたいビブナシチーム、左サイドに展開、中央ポストに入ってくる、長いボールは長すぎる、そのままサイドライン赤ボール、さあビブナシチーム、ちょっと焦りが出てきたか、中央キープは赤チーム、そのまま縦にドリブル、いいボール、さあそのままワンツーシュートは、いやー2人で中央突破、ナイスゴール、3対0、さあ行きましょう、ビブナシチーム、まずは1点、そのまま中央ドリブル、さあここもしっかりと赤チームが行かせない、一旦後ろダイレクト、中央ポストプレー、さあここはフォローに入ってくる、中央突破、一人で来る、左サイドダイレクト、いや惜しい、ナイスキー、コーナーキック、ビブナシボール、さあビブナシチームもそろそろエンジンかかってきたが、ここは一旦後ろプレッシャー赤チーム、中央トライ、ハンド取りましょうか、ハンド取りましょう、ビブナシボールでいきましょう、さあビブナシボールから正解、中央ロング狙ってくるか、左サイドダイレクト落としたボール、赤チームしっかりと1枚ずつ寄せてくる、浮かせたボール、中央はナイスキープ、さあプレッシャー3枚、いやー惜しい、サイドライン赤ボール、さあ右サイドから赤チーム1人は靴ひも、左サイドでかい、前にはスペース、さあ寄せていきたいビブナシチーム、中央ドリブル、さあここもしっかりと後ろに預けて寄せてくる、さあ3人で攻撃してくるのは赤チーム、さあここで復帰赤チーム、さあこぼれても拾ったのはビブナシチーム、左サイドここも戻りが早い、さあ繋いでくるのは右サイド、ちょっと長いかな、スキープ、さあここはかわせない、欲しい、で両チームキーパー交代、先に両チームキーパー交代していきましょう、ありがとうございます。さあ残り時間あと2分、3対0、赤チーム大量リード、ビブナシチームは1点返したい、中央ポストプレー、これはチャンス、左サイド
さあゴール前腕がいやこれも決められない。さあ切り替えたい切り替えたい。ビブラシーム左サイドそのままシュート、いいアレスキーナイスキーパー左手一本。さあ弾き出してコーナーキック、赤ボール行きましょう右サイドから。残り時間があと1分、中央案内でいい。さあニアサイドカットはビブラシーム、右サイド早上がりないボール、そのまま切り返していかせない。ここは赤チームいいディフェンス戻ってくる、浮かせボールナイスキーナイスキーパー。さあ弾き出した赤チーム中央から3対2、うまい股抜き右サイド左サイドフリーで1枚一人で持っていく、いやナイスキー。さあカウンターチャンスビブラシーム3対2。さあここで4枚目戻ってきてカウンターはいけない、右サイドカットは赤チーム、そのままドリブル左サイド囲まれて前からカットはビブラシーム。さあチャンス縦ラグフリー、いやーナイス、これはうまい細かいパスワーク、これで3対1に点差。しかし時間がもうない、残り5秒。さあラストアンプレーいきましょう、3対1。さあもう1点取って終わりたいビブラシーム、中央ポストプレーはそのままサイドライン、ありがとうございます、3対1、赤チーム勝利。ではビブラシーム、キックオフでいきましょう、よろしくお願いします。いきなりカット危ない、そのままシュート、イエーこれはやばい、ナイス立ち上がり5秒、まずは赤チーム。さあビブラシーム、ここは切り替えていきましょう。さあここは右サイド赤チーム連勝、ビブラシーム、ここは勝ちに行きたいところ、中央ポストプレーから左サイド、そのまま左足、いや惜しい、こぼれ球は赤チーム、うまいかわして、いやうまいナイス、あっという間に2対0。さあビブラシーム切り替えていきましょう。さあ立ち上がり45秒で2得点、赤チームビブラシーム追いついていけるか、まだ時間はたっぷり。さあ最終ラインから右サイドビブラシーム、左サイドに展開、赤チームのプレッシャー。さあ中央からポストプレー、フォローが欲しい、そのまま1人ではいけない、ないでビブラシーム、ボール。さあ右サイドからビブラシーム、後ろに預けて中央、さあここも前を向かせてくれない、一旦後ろ、赤チームのプレッシャー、左サイドの展開、ここも1枚ついてくる、危ない危ない。さあ繋いでいきたい、うまい、ナイスターンから中央右サイド振り切り返して左足、いや惜しい、これはキーパー正面。さあ今度は赤チーム中央から右サイド2点リード、長いボール左サイド前に1枚フリーで待ってる。さあここは後ろに預けて全員で押し上げてくる、赤チーム左サイドドリブルかわしてくる、うまい、そのまま中央ドリブルこぼれ球シュート、いやー危ない、ハットトリックならず。さあまだ立ち上がり1分30秒、リードは赤チーム中央、これ以上の失点は避けたいビブナシチーム、長いボールはサイドライン、赤ボール。さあ右サイドから赤ボール縦に預けて中央フォローに入ってくる、浮かせたボールうまい、そのまま左サイドフリーで1枚、ここはキープして一旦後ろダイレクト左サイドの展開、前にはスペース、右サイドオーバーラップ、そのままシュート、いやー惜しい、これはジャストミートです。ごめんなさい、先にキーパー交代、先に両チームキーパー交代していきましょう、あざす。さあビブナシボールから再開、立ち上がり終わって2対0赤チームがリード、ビブナシチーム取り返していきたい、右サイド中央ポストプレー、そのまま後ろに預けてカットは赤チーム、ナイスディ。さあ左サイドこれは息が合わない、サイドラインビブナシボール、さあまずは1点返したいビブナシチーム中央、さあフォローが欲しい、強引にはいけず左サイド、さあコンプレッシャーシュートはキーパー正面。さあ今度は赤チームキーパーから右サイドプレッシャー、前から来るビブナシチーム取れればチャンス、まずは1点、左サイドにいいボール、そのまま前にスペース、一旦中央、さあ右サイド押し上げてくる、4対3、縦に預けてダイレクト中央通らないか、まだキープは赤チーム。さあビブナシチーム前から取りたいところ、中央プレッシャー、左サイドフリーで1枚、ナイス。さあゴール前もチャンス、いやここで早々にハットトリック、ナイスゴール。さあ行きましょう、3対0残り時間半分、行きましょうか、ビブナシチーム中央から右サイドプレッシャー赤チーム、さあ押し上げていきたいビブナシチーム、長いボールヘディングカットは赤チーム、さあ後ろに預けて右サイド長いボール中央、そのままトラップターンして右サイドオーバーラップ、さあファーサル2枚振り、いやー4点目
何点取るの、4点目ないぜ。赤チームのストライカーさ、ビブなしチーム、まずは1点返したい。中央、さあ右サイド、ここもプレッシャー、さあ切り返して逆サイド、さあゆっくりとここはつないでしっかりと1点まずは取りたい。中央はそのままキーパー、さあキーパーから赤チーム右サイド縦に流れてくる、さあここはフォロー越し中央ダイレクト、うまい、そのままワンツー抜け出せるか、切り返してゴール前、危ない、いやレディーナイスキーパー、危ない危ない、これ以上は失点したくないビブラシム、中央ターンしてここも4人切り替えが早い、2人では攻めれずゴール前チャンス打てるか、いやここも硬い守り、さあ残したボール中央ナイスです、赤チームの硬すぎる守り、さあ中央つないで赤チーム、さあビブナッシュ前から奪いたい、右サイドから縦に流れてくる内藤、さあここも切り替えたい、後ろからダイレクト、いやまさかの5点連続ナイスで、キーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ赤チームのストライカーキーパーに下がって落ち着いたが、行きましょうか、ビブラシム5対0、1人で5得点、後ろからプレッシャー、赤チームうまい、またるぎはここは通らない、ナイディ、さあここもつないでくる赤チーム右サイド縦にボールポストプレーかな、これはそのまま流れてサイドライン、ビブラシボール、さあ時間がない、ビブなしチーム残り1分、中央からポストプレー、ここも前を向かせてくれない、長いボール届かない、危ないか、ナイディナイスです、さあ中央股抜き縦にカット、そのままチャンスシュート、ここも決めきれず、ビブラシム右サイド混戦、キーパーがっちりキャッチ、さあ左サイドに展開、切り替えたいビブラシム右サイドフリー、そのまま逆サイドが中央カット、さあチャンス、いやこれも繋がらない、ビブラシム、さあ歯車が合わない、ビブラシム左サイドに展開、ここもプレッシャー、赤チーム中央切り返してプレッシャー、硬い守り、ナイディナイスディフェンス、さあ時間がない、ビブラシム残り時間どうですか、右サイドに展開、さあ前に1枚縦に通らない、危ない、2対1、さあラストラストワンプレーいきましょう、さあビブラシボールからラストワンプレー、まさかの5対0、1人で5得点、赤チーム、さあ右サイドから中央ポストプレー、左サイド展開、1点返して次につなげたいビブラシチーム、ラストワンプレー、逆サイドフリー、さあチャンス、チャンスになるかビブラシチーム、ここで縦にはつながらない、赤チームがカット、さあキーパーから中央左サイド早い上がり、右サイドダイレクト中央からチャンス、ラスト決めちゃって、いやここも寄せが早い、赤チームラストワンプレー、さあ左サイドキープ赤チーム、ラストワンプレー5点リードの余裕、さあゴール前つないでくる中央、さあビブナッシュ前から取りたい、そのままワンツー右サイド抜け出してシュートはそのままキーパー、ありがとうございます、まさかの5対0赤チーム勝利。それでは行きましょう、赤チームキックオフ、さあ本日のラストマッチガチの一戦、赤チーム対ビブナッシム右サイド、さあここはいかせない、ビブナッシュボール、さあビブナッシムラストは意地を見せて勝利して終わりたいところ、プレッシャー赤チーム、長いボール中央でカット、そのうまい、かわしてドリブル、フリーでダイレクト、うまい、左サイドシュート、いやー入ってないか、入った、ナイス、まずは先制、赤チーム前回の試合から続けて6点目、ナイスゴール、さああっという間、また仕掛けてきたのは赤チーム、立ち上がり30秒、さあ1対0ビブナッシュもすぐに追いついていきましょう、本日のラストマッチ、ここも赤チームのプレッシャーかわせない、サイドライン赤ボール、さあ右サイドから左サイドプレッシャー、ビブナッシュも中央切り返して、さあ縦に1枚フォローに入ってくる、さあここは一旦後ろゴール前取られると危ないか、ポストプレーかな、ナイディ、さあチャンスはビブナッシュチーム、ここも行かせてくれない、赤チームの堅い守り、さあ左サイドビブラシム崩していけるか、最終ライン赤チームが押し上げてくる、右サイドダイレクト中央、さあカットは赤チーム、さあ右サイド立ち上がり1分、まずは1点先制、赤チーム右サイドに展開、さあ左サイドカットチャンス、通るか、そのままシュート、いやー惜しい、これはそのまま枠の外、赤ボール、さあ本日の川崎一発目ラストマッチ
リードは赤チーム1対0、キーパーに預けて中央ポストプレー、そのまま右サイド3対2、左サイド欲しい、さあこぼれ球はまた赤チーム、長いボールは、ここはゴールキーパー落ち着いてがっちりキャッチ、さあ中央左サイドで展開、ここも赤チーム2枚プレッシャー、さあ中央につないでキーパーも押し上げてくるビブナシーム、まずは1点取りたいポストプレー、流れたところ狙ってうまい、さあ中央から右サイド、そのまま3対1、ゴールシュート、いやらすぎ、こぼれ球、いやナイスゴール、2点目で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いしますさあ行きましょう、ビブナッシーム意地を見せたい、2対0立ち上がり終わって赤チームリード、ポストプレー、ここもしっかりと寄せてくる、さあ残ったボールまた抜きかわせない、そのままゴール前、いやここはキーパーナイス、さあカウンター、左サイドオーバーラップシュート、ロングシュートはサイドライン、ビブラシボール、赤チームの堅い守り、さあ右サイドからここは近くに預けて、ビブラシーム浮かしたボール、ファーサイド、さあ胸トラップ浮かせてかわしにかかる、行かせない、ここは強い、ここは強い、ナイス右シュート、これはキーパー正面、こぼれ球、ビブラシーム、さあヒールで流して右サイド、さあ繋いでいるが中央、カットは赤チーム、ナイスでいい、さあここでトラップ流れるところ、チャンスはビブラシーム、ここも寄せが早い、赤チームナイスでいい、さあ切り返して中央かわせない、3対1フリーでゴール、いやーナイスキーパー決められない、さあここも前からカットはビブラシーム、ヒールで流して逆サイドフリー、左サイドからナイボー、いやービブなしチーム1点が遠い、2対0のまま、さあ中央キーパーから左サイド、赤チーム落としたボール、プレッシャーナイスイン、前からカットはビブラシーム、さあ後ろに預けてかわせない、中央でカット、そのまま2対2、中央ドリブル、さあ右サイドもオーバーラップ、両サイド押し上げてくる赤チーム、さあここは焦らず右サイドに展開、そのまま中央ドリブル、スペースがある、スチュートコースは、いやービブなしチーム寄せきれず3対0で、先に両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、さあ残り時間半分いきましょう、ビブなしチームどうした、さあ中央から右サイド、ビブなしチーム、さあここもプレッシャー赤チーム、さあ速いボールポストプレー、ここも前を向かせてくれない、右サイドに展開、速いボール中央から逆サイドカットは赤チーム、右サイドナイスイン、そのままサイドライン、赤ボール、さあ右サイドから赤チーム、ラストも完封で締めくくるのか、さあ中央、2021年川崎、ナイスボール、ディアナスカット、さあチャンス、サンタニー、いやートラップ流れて、すぐに赤チーム回収、左サイドからオーバーラップ、シュートはナイスキーパー、危ない危ない、赤チームの MVP、テントリア、ダイレクト危ないキーパー、さあ長いボール、これもしっかりと戻ってディフェンス、赤チーム硬い、左サイドフリー、寄せていきたい、中央切り返してゴール前、ミセド、さあ危ない危ない、ゴール前強い赤チーム、ナイスゴール、ここで4点目、さあ行きましょう、中央から、まだ諦めないでビブラシチーム、まだいける、さあ中央ポスト、ここもパーツカット浮かせたボール、危ない、これは空振り、さあキーパーから中央、左サイドに1枚、さあまずは1点取りたい、ダイレクト中央は敵、さあ赤チームカットチャンス、3対2ミセド、これもつないでいけないか、キープはビブなしチーム、さあ赤チームのプレッシャー、右サイドから左サイド中央、さあ縦に預けて、これは敵、そのままドリブル持って上がって3対2から4対2、早いボール、いや惜しい、これはつながらない、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いしますあざます、さあ残り時間あと2分、残り時間あと2分で4対0、さあ赤チームが硬すぎるか、左サイド、さあプレッシャー前から来る、ビームラッシュも前から奪いにかかる、さあ左サイド取れればチャンス、キーパーに預けて中央ポストプレー、誰の前、ここで抜け出して2対1、逆サイドフリー、そのままシュート、いいよレスキー、ナイスキーパー、これはキーパー正面、さあキーパーから前に1枚残ってる、長いボール狙ってる、ナイスクリア、
サイドラインビームラッシュボール、さあ押し上げていきたい。ビームラッシュチーム中央ダイレクト左サイド、さあ縦にはかわさせない、ナイスイ。さあ赤チーム押し、サイドライン赤ボール、さあ見せたから赤チーム縦に流れてくる中央プレッシャー、ダイレクト戻したボール、フリーで中央、さあここもスペースがある、左サイドに展開、落としたボール、いやーいいパス回し、中央ここは行かせない。さあここもこぼれ球拾ったのは赤チーム左サイド、さあここは中央に預けてプレッシャー、また抜き逆サイド押し、サイドラインビブラッシュボール、さあビブラッシュチーム行きましょう。さあここもしっかりと縦は切ってくる、赤チーム中央ドリブル寄せてくる、強引に持ってく右サイド、いやー惜しい。さあコーナーチャンス、ビブナッシュチーム残りが1分、残り時間あと1分、早いボールニアサイド、そのまま中央ドリブル左サイド早い上がり、一人で仕掛けてくるがないで、ナイスです。ここはビブナッシュチームを生かせない、これだまー、いやー危ない、これはポスト直撃、これは助かった。さあチャンス見せろ、さあここは赤ボール、さあ左サイドから切り替えましょう、ビブラッシュチーム中央強い、左サイドゴール前、いやチャンス、3対2、左サイドから押し上げて、うまい、また抜き逆サイドダイレクト中央、さあここで1点返したい、いやまさかの敵に当たってコースが変わってようやく1点目、ビブラッシュチームナイスゴール。さあ行きましょう、4対1、3点差、さあラストワンプレーいきましょう。さあラストはもうワンプレーいきましょうか、ビブラッシュボールか、さあラストワンプレー、右サイドから左サイド、ビブラッシュチームもう1点返して終わりましょう。さあ中央から長いボール、ナイストラップ落として、いやラスト決めちゃって、一人は靴ひも、3対2、さあ中央から左サイドダイレクト逆サイド、中央でカット、さあラストワンプレー、ドリブル突破、左サイド、さあチャンス右サイドフリー、縦に預けていけるか、ナイスイ。ここは赤チーム固い守り囲まれる、さあラスト決めちゃって、2対1、中央からゴールで終われるか、4対2、左サイドフリーダイレクト中央、さあ右サイドに預けて、ラストワンプレー、ここでサイドラインありがとうございます。赤チーム勝利、お疲れ様です。では残り1試合の前に、川崎初蹴りお集まりいただきありがとうございます。本日の MVP の方1名様発表させていただきます。本日の MVP ガチロー赤チームから何点決めるの5点連続ナイス MVP あなたに決定、ラストまでその調子でお願いします。何回言っておきますか、本日一発目3点で残り3点であざます。それでは、